gentlemen, please welcome Mr. Herbie Hancock. それではこちらも楽しく参りましょう。The Concert、今夜はハービー・ハンコック&ロキッド・バンドライブ、9時55分までの1時間25分たっぷりお届けします。こんばんは、ピーター・バラガンと申します。はい、こんばんは、マルタです。ということで、今日のライブ、2人でお話ししながら進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしく。さて、会場の方から、にぎやかな雰囲気が伝わってると思いますが、これは去る5月13日夜、東京渋谷の会場パルコスペースパート3で開かれたライブです。会場は全部立ち席で、かなりの人たちが集まっていました。そうですね、もう大変な、もうアメリカ人とかも多かったですよね。かなりいました ね。やはり東京でああいう10時からコンサートやるっていうのはまず珍しいし、そうですよね。そんでハービー・ハンコックのような大物だったら、まあ最近は武道館なんかもやるし、そうですよね。まさかあんな、本当だったら何、100人ちょっとぐらいしか入らないような ね、 そうですよね、クラブの雰囲気で見るってことはなかなかないですよね。そうですよね、その辺なんかワクワクしてませんでした。そうですよね。で、僕もね、まあ指定席って書いてないから、で、まあ自由席なんだろうと思ってね、席があると全く勘違いしておりましたら、立ち席 で僕なんかほら背が低いから、もう本当もうそのライブの最中ずっと首がもう上がりっぱなしですよ本当にもう背が高い人が多かったですからね。そう、でもまあ、いや、期待した通りすごかったですね。そうですね、やっぱりあの最近ハービー・ハンコックやってるのはダンスミュージックだからね、はい、まさにああいうところで聞きたいなっていうのはね、昔からあったことあったんですよ。そうですね、みんなをこうやっぱり踊りながら、リズムを取って、やっぱり椅子なんかやっぱりいらないという雰囲気がしましたよ ね、はい。まあ、そういう風に期待させておいて、はい、では早速演奏の方も聞いてもらいましょう。まず3曲、アースビート、サウンドシステム、そしてフューチャーショック、どうぞ。
called Earth Beat. Right now we're gonna do a song called Sound System.
very much. Right now, we're gonna definitely get funky. This is a song sung by Bernard Fowler, Future Shock. We gotta stop all men from messing up the land with what we understand. It says our last and only chance, everybody. Future Shock. Future Shock. We'll be right back.
Gerard Fowler, ladies and gentlemen. Bruno. Oh. How are you tonight? Fine. Oh, genki desu ka? Genki de? Me too. It's great to be in Tokyo again. Thank you very much for being here. Thank you. All right. アースビート、サウンドシステム、それからフューチャーショック3曲でした。フューチャーショックというのはこのカーティス・メイフィールドのかなり昔の曲なんですけれど。あ、そうなんですか。何年ぐらい前の。そう言われると、ちょっと弱いんだけど、確か70年代の頭だったと思います。あ、そうですか。この辺の選曲はね、プロデューサーのビル・ラズウェルが、してると思うんですけれど。ボーカルの、バーナード・ファウラーはどうですか。やっぱり素質がありますね。すごくまだ若くて、多分22、3だと思うんですけどね。フィーリングがいいですよね。結構、言えます、はい、それは。このハービー・ハンコックは特に最近ダンスビートにもうなりきっちゃってると思うんですけれど。そうですよね。よくね、あの人に自分の音楽のレベルをこんなに下げて本当は抵抗があるんでしょうとかね、言う人がいると思うんですよね。で、本人は全然その辺と考えが違ってて、すごい面白いこと、デューク・エリントンが昔言ったことで僕のすごい好きな言葉よく言うんですけれど、音楽には2種類しかない、いいものと悪いもの。言いますね。グッドミュージックね、ね、or bad music ですね。そうそうそう。そう、僕が、昔からハンコックのことはもう好きだったんですけどね、彼のブルーノート時代からずっとね、現在に至るまで、彼は、アドリブって言ってもリズムっていうことに関してね、非常にこう鋭いものがありますよね。時にはね、メロディーよりはリズム、この人のリズムっていうのはすごいと。そうですね。思ってました。だから彼が今やってることっていうのは別に安易なものだとは僕は決して思いませんよね。やっぱりね、ジャズはリズムだって言ったりしますし、やっぱりダンスはリズム、リズムはダンス、やっぱりいいもんはいいんじゃないですか。もうジャズってもともとダンスミュージックですよね。そうですよね。ちょっとリックスっぽく言えば。そうですよね。で、そこにやっぱりあるのは、やっぱりいいリズムじゃなきゃ、やっぱり、いけないんじゃないですか。踊れないっていうかね。と思います。はい。で、ディスコミュージックの中にももちろんいいディスコミュージックとつまらないディスコミュージックとありますよね。あるわけだからね。はい。特にチック・コリアとデュエットでね、一度武道館でやったでしょう。あの時見ました。いや、僕はアメリカにおりました。あ、そうですか。はい、あ、そうかそうか。はい。あの時特にね、チック・コリアと比べたらハービー・ハンコックの方がすごく黒人っぽい。ああ、なるほどね。弾き方、フレージングにもそれがすごく出てると思うし。なるほどね。やっぱりブルーズからの影響が相当大きいんじゃないかという、そんな気がしますけれど、はい。昔はもっと普遍的な、ね、音楽の面白さ、面白さというか良さというようなものを追求してたけれど、最近、今現在面白ければいいんじゃないかっていうふうに考えが変わったと本人が言ってました。その辺どうですか。そうね、ある意味では僕は賛成しますけども、ある意味ではいや、彼はもっと先も考えてるでしょ、きっと。僕も結構ね、それは口で言うと、めんどくさかったからそう言ったのかもしれないし、でもこの人はやっぱりね、いつもこう前向きの姿勢でね、音楽の歴史をやっぱりこう一歩二歩先に進んでやってきた人だと思うんですよ。そのいろんな批判が来るだろうということを覚悟してね、でフューチャーショックだって僕最初聞いたら本当ショックでしたよね。ああいった類のリズムやらないやらね、これから話が出てくると思うんだけど、ああいうスクラッチなんかだってね、あれは雑音に等しいもんですね。雑音ですよね、あれ。そうなんですかね。僕はそう思っちゃうんですよ。それを僕はある意味で新しい打楽器だと思いましたけどね。そう、だからね、雑音をそのある規則正しいリズムによって、その音楽の中に取り入れちゃうというそのなんて言いますかね、そのアイディア。そうですね。だからジェット機の音も時には雑音なんだけども、音楽の中にうまく入れれば音楽になるし、電話の音、目覚ましの時計のあのレレレリーンといううるさい音だってうまく音楽の中に入れればみんな音を楽しむ音楽になるという。なるほど。で、本当は雑音だと思いましたよ、僕最初聞いた時はね、ああいうスクラッチの入ってるね、でもリズムとして聞けば音楽だという、やっぱり彼のそのなんかその先をやっぱり見てるって言いますかね、
今までの音楽の行き詰まりから脱出しようという、やっぱり新しい試みだと僕は思うんですよね。じゃあその辺のスクラッチが特にフィーチャーされてる曲を、今度聴いてもらいましょう。はい、2曲なんですけど、その2曲目の方に、スクラッチがたくさん出てきます。はい、Stars in Your Eyes、 それからハードロック聴いてください。Again, we're going to bring out Bernard Fowler to sing a song that I'm very happy about. It's called Stars in Your Eyes. Looking at you sitting there, your mind's a million miles away. Might as well be talking to the walls. Maybe they'll hear what I've got to say. It's the same old story about somebody with a dream, looking for the glory. No matter how far the future seems, you've got stars in your eyes. There's a whole world out there for you. Stars in your eyes, what are you gonna do? You've got stars in your eyes. There's a whole world out there. Express your feelings. Maybe one day the whole world will know. Put a sail on the dreams and go sail. It's the same old story. What are you gonna do? What are you gonna do? Oh.
in your eyes. So magnetic, so magnetic, so stars, yeah, in your eyes. So magnetic. In your eyes, ooh, so many stars in your eyes, so many stars, stars, stars in your eyes.
Thank you very much. That's called Hard Rock. Stars in Your Eyes、 それからハードロック2曲聴いてもらいました。はい、このハードロックは本当に派手なスクラッチングがいっぱい入ってますね。そうですね、DST という人がやってるんですけども、そうですね、これは誰が一番最初にこれ考えたんでしょうね。かなりね、これ10年前にはならないかもしれないけども、うん、はい、ニューヨークのブロンクスでかなり前から、ブロンクス、 ね、あそこら辺でこういったスクラッチングは、やってましたみたいですよ。はあ、そうですか。要するにみんな貧しくて楽器はないわけですからね、うん、あるもので遊ぶ、音を出す、なるほどね、でレコードプレイヤーしかない人はね、なんかレコードプレイヤーで遊んでたらスクラッチングというのができたという話を聞きますけれど。あ、そうなんですか。じゃあ昔日本でほら箸かなんかでちゃんを叩いたっていう、なんて言いますかね、発想は一緒です、まあ、発想同じでしょうな、きっとね。まあスクラッチングやってる人はいっぱいいますけれど、この DST はもう本当にリズム感が、うん、いいですね、素晴らしい。実際昔はやっぱりドラマーやってました。あ、そうなんですか。はあ、この間ほら前で見たんですけどね、いやいやいや、あんな風に派手にやってると思いませんでしたよ。そうですよね、それでまた レコード結構変えてるんですよね。そうですよね、あの音はこのレコード、この音はこのレコードって、やっぱあれで音を違うんですよね、雑音ってその、ね、出てくる音がね。そうなんですね、最近よくああいうスクラッチングとかサンプリングで流行ってる音でジャンっていうこうすごい大きい音あるでしょ、あのオーケストラみたいな、あれはなんかみんなベートーベンのなんかなんとかのシンフォニー交響曲を交響曲から使ってるらしいんですけど。そうなんですか。まあ、なかなか面白いメンバーが集まってると思うんですけどね、はい、去年のライブアンダーザスカイに来た時は今回来てなかったメンバー、2人いたんですけどね。あ、そうですか。特に僕気に入ってたのがガンビア出身の、はい、フォデイ・ムサ・スーソーって、みんなスーソースーソーって言ってる人がいるんですけどね、はい、あの人 のコーラとドゥスングーニってアフリカの、弦楽 弦楽器今度は入ってなかったんですけども、それだけはちょっと僕は残念だったけれど、この音は来れなかったんですね。何の理由かよく分かんないですけどもね、その彼の音は一生懸命なんかシンセサイザーで出してたんですけどね。ああ、そうなんですか。なるほど。それからビル・ラズウェル、はい、というプロデューサーが、今度の LP とその前のフューチャーショック両方プロデュースしてるんですけども。そうですよね、彼また、もう本当に、変わった才能の人なんですよ。それ先見の目があるって言っていいんでしょうかねと思いますよ。どうなんでしょうね。要するにいろんな音楽を全部ぐしゃぐしゃにしてスープにしちゃうっていうのが彼の趣味というか、そうですね、方向性みたいなもんなんですけれど、丸田さんはそういうの好きですか。うん、僕はやっぱりそれは好きですよ。リズムがやっぱりまずいいからね、ただこれはもう本当僕の独断と偏見、まあ主観的な考えですけども、やっぱりそこにねハーモニーとメロディーがもっとねこう色とりどりにあるといいなって、僕のこれは趣味ですけどね。あーはーはー、そういうやっぱりそういう音楽ってやっぱりいつまでも残りますよね。でもこういう音楽が残らないと言いませんよ、これは一時期の一つの歴史の中でやっぱりなんて言いますかね、これも素晴らしい音楽だと思いますけどね。そうですね、不思議なことに、ハービー・ハンコック同じ曲の途中で、シンセサイザーから、エレキピアノに変わるときにね、全然また雰囲気変わりますね。メロディーが突然出てきちゃう、うん、そうですね、やっぱり、昔のほらやっぱりジャズやってた頃のなんかこうなんて言いますかね、こう隠せないメロディーっていうのは出てきますよね。そうですね、チラッとね、ハーモニーにしてもね、なんかほっとしません。そうですよね、やっぱ音楽の中のね、いい部分っていうのはやっぱりハーモニーがありメロディーがありっていうかね、その辺のバランスをうまく取れてると一番なんかそうですよね、満足感があるというか聴き手としてね、はい、私もそう思います。はい、さてまた、曲聴いてもらいましょうか。今度は去年のオリンピックの、一つのテーマとして作ったジュンク、それから大ヒットしたロッキッ ロッキッド、はい、2曲続けて聴いてください。This song called Junku, Junku, which means let's do it.
ありがとうございます。Thank you. All right. That's Jim Crew. Okay. Now I want everybody to repeat after me. Some folks say 10. Thank you.
We'll be right back.
やさすがにロッキーと、すごいお客さんが、もう乗ってきましたね。湧いてきましたね、ジュンクとロッキーと2曲聴いてもらいました。はい、あとは、アンコールのコスのみですけれどね、最近はもうアンコール決まってます。もうやっぱりこれはもうね、カメレオン、これはもうやっぱり世界の、音楽の歴史を変えたやっぱり名曲と言っていいと思いますね。そうですね、僕がちょうど日本に来る直前だったんですよ。そうですか。これが出たの73年、74年だと思ったんですけどね。そうですか。びっくりしました。そうですよね、で僕なんかもほらサックス吹いてましてね、やっぱほらジャズやりたくてもうずっとまあいろんな音楽を漁ってて、ハービー・ハンコックなんかだってもうずっとフォービートのジャズやってましたよね、でこのレコードが出た途端に僕の人生観も変わったんですよね。音楽観、もうジャズ観すべて、でこのレコードが出たためにね、アメリカだってハービー・ハンコックのニューアルバムくださいって言った人がいたっていうぐらいでね、このほらヘッドハンターズのカメロンが彼の1枚目だと思った人がいた、昔のほらね、あの辺のウォーターメロンマンだとか、ブルーノート時代のああいう4ビートのジャズの成果を誰も知らなかった。そうでしょうね。ね、うん、だからね、これやっぱりね、やっぱり歴史の1ページを飾りましたよ、これは。そうですね。でもね、不思議に日本は逆だったと思うんですよ。はい、あ、そうですか。みんな逆にその4ビート時代をよく知ってて、はい、最初すごく抵抗があったみたいでね、僕が東京に来て間もなく、はい、ハービーが来日してて、よく覚えてるんですけど、あの新宿の厚生年金会館のコンサート見に行ったらね、お客さんはね3分の1ぐらいしか入ってなかったんです。あ、そうなんですか。あのヘッドハンターズバンドのものすごい素晴らしいコンサートだったんですけどね。あ、なるほどね。こんなに受けないのはまた悲惨だなと思った意外と日本の人は保守的な部分もあるからじゃないですか。そうですよね、新しいものを意外と見たがるくせに、意外とこう古いものをね固執してる部分っていうのはあると思うんですよね。特に音楽ファンはそうだと思います。そうと思いますけどね。すごくジャンルにこだわってるというか、あのよくその頃あのジャズ喫茶とかね、行って、例えばヘッドハンターズだとか、同時期に出たウェザーリポートのレコードとかね、あのリクエストしたらかけてくれることはくれるんですけれど、かかるとねお客さん半分ぐらい帰っちゃうんですよ。ああ、そうなんですか。それよっぽどのフォービートジャズファンだったんじゃないですかね。でしょうね、アメリカではやっぱりほら4ビートジャズファンがやっぱり何らかの批判はしてたかもしれませんけど、でももっとあのいわゆる大衆ありますね、ロックが好きだ、リズム&ブルースが好きだとか、やっぱアメリカにも いっぱいほらもっと大衆がいる、その場所ってありますよね。そうですね。そういう人たちがほら脇に湧いたという、まだクロスオーバーという言葉はなかったんですね、あの頃。ないですよね、フュージョンとも言いませんでしたよ、あれは。言いませんでしたよ、あの当時は、あれは何だろう、ファンクジャズ、ジャズファンクとか言ってたのかな。ファンキーってのはまあ50年代ですでに言ってましたけどね、ファンキーなジャズってのは、まあ、結構あの黒人スラングでは古い言葉ですね。そうですね、まあ、カメレオンっていうのはハービー自身のことをよく、表現してるんじゃないかという。本当にもうあの顔はもう本当にカメレオンそっくりですよ。まあ BSOP もやれば、ロッキッドバンドも やるし、いろんなことやりますけれど、まあ本当に、面白い人です。もう才能のある人ですね。さあ、お話をそろそろこのぐらいにしておいて、はい、そのアンコールのカメレオンを聞いてもらいましょう。
very much and good night. Thank you. カメレオンでした。いやさすがに一番いい曲最後に取っといたっていう感じですね。そうですね、やっぱりこの曲はもう世界の人が湧いたという名曲だと思いますからね。うん、その通りです。はい、ハービーは日本のこのコンサート終わってすぐにパリに飛び立ったんですけれど、あ、そうですか。今度は映画のサウンドトラックを作るっていうことで、はあ、出演もするそうです。お、多忙な人ですね。なんかやはり、ジャズミュージシャンの、何かを描いた映画だそうですけれどね。ほう、それから、あの、先ほど言ってたアフリカのスーソっていう人と、はい、デュエットアルバムを、あ、なんかそんな話ですってね、そのコーラとドゥスングニーというアフリカの弦楽器と、あとハービーのシンセサイザーだけのレコードなんですけど、はい、またすごく繊細な感じのね、面白いレコードです。あ、そうですか。楽しみなんです。はあ、そういえば丸田さんは今日話の方で、来てもらってますけれど、近々レコードはまた出るんですね。はあ、サマーメー、サマードリーミン一つよろしくというようなことで、はい、今夜のハービー・ハンコック&ロキッドバンドのライブ、そろそろお別れの時間が来たと思うんですが、はい、ご案内は、おなじみのサックスプレイヤー、丸田さんと、それから僕ピーター・バラカンでした。それでは、今夜はこの辺でごきげんよう。どうも。